クラッシュ133全試合が終了いたしました。今回ゲスト解説に入っていただきましたクラッシュライト級チャンピオン川原田修司選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今回初めて放送席に入っていただいていかがでしたか？いやもうここ最近では一番面白いクラッシュだったんじゃないかなって自分では思ってますね。そうですよね、はい、で全体通じて大会通じて今久しぶりに一番面白いクラッシュだったとお話だったんですが、はい、改めてちょっと試合も含めてそういう部分いかがでしょう？そうですね、全体としてやっぱり KO が多かったのが一番のこの盛り上がったきっかけだったかなと思いますね、はい、ダウンも多かったですよね。そうですね、ほぼ全部の試合ダウン1回は取ってるんで、うん、はい、でご自身も解説非常に分かりやすかったと思うんですが、初めてとは思えないぐらいご自身の解説何点でしょうか？いや自分は喋ったことよく覚えてないんで。そうですね、本当に、ね、分かりやすく伝わったと思います。あ、本当ですか、よかったです、はい、それだと。さあその中で、川原田選手が選ぶ、はい、今日の大会の MVP 発表をお願いいたします。まあ、自分の個人的には金田選手が一番試合が面白かったかなと思ってますね。今ダウン KO のお話があったんですが、はい、その金田選手の試合はなかったですよね。そうですね、ダウンも、はい、KO もなかったですよね、はい、その心は？いやもうなんか常に相手を観察してこうなんていうんですかね、技術的な面が高くてこうなん、ファンとかの人からは分かるか分かんないですけど、自分たち格闘技してる選手たちからしたら面白い試合だったと思いますね。いわゆるこうくろうと好みするような。そうですね、はい、そして確かな実力と技術があると。はい、これから注目ですね、はい、これから注目したいですね、うん、はい、そしてやはり何といっても伺っておきたいのがトーナメント、はい、スーパーフェザー級王座決定トーナメントありました、はい、いかがでしたか？いやもう本当に1回戦目の山本選手の試合から横山選手の試合からもう本当に気持ちの伝わってくる試合で、うん、はい、とても盛り上がったトーナメントだったと思いますね。最後の中島選手が最後の1秒まで集中力切らさず、うん、攻め続けたのがベルトを取れた、うん、あれだったと思いますね、はい、同じクラッシュチャンピオンとして、まあ、中島選手が加わりました、はい、どんな言葉かけましょう？自分はその他の階級のベルトを持っているチャンピオンも中島選手も含めてライバルと思っているんで、まあ、その中島選手をも越す試合を自分はこれから積み上げていきたいなと思ってます。おということはですね、まず2月に K1 で篠原優斗戦があると思います、はい、ぜひ改めてですね、今ご覧いただいているファンの皆様に意気込みお願いいたします。そうですね、今回初めてクラッシュのベルトを取って K1 の舞台に上がるんですけど、まあ、ベルトを取ったからって言ってその守りに入るんじゃなくて、もうベルトを取ったからこそ本当にこの攻撃的に試合を進めていければなって、 KO で決着できたらなって思ってます。ぜひ2022年は、はい、俺のここを見てくれっていうのも一言お願いします。いやもう本当に前回のタイトルマッチが終わってからむちゃくちゃ格闘技が楽しいんですよ。だからまあその楽しみながら試合ができたら自分の良さは出ると思うんで、うん、それをお客さんに伝えることができたら面白い試合ができると思ってるんで、ぜひ注目しててください。じゃあまずは2月の試合ですね、はい、はい、期待したいと思います。ということで今大会初めてゲスト解説入っていただきました川原田修司選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。